はい、皆さんこんにちは、ペサでございます。探偵神宮寺三郎、夢の終わりにですね、久々にちょっと再開したいと思います。で、今回からですね、サブキャラクターのルートをメインにやっていきたいと思います。で、そうですね、今回は2人目、まあ、前回神宮寺さんのルートがこの白いルートですよね。なので、今回は陽子さんのルートをね、メインでやっていきたいと思います。まあワンパート完結型ちょっと目指してねやっていきたいと思いますんで、お楽しみにしておいてください。で、話の流れはね、ちょっと分かんないという方は神宮寺さんの方でね本編クリアしてますんでね、そちらをちょっとご覧いただければね助かります。ではやっていきましょう。漢字とか間違えたらごめんなさいね。いいお天気、季節の匂いがする。いろいろなことを思い出させる季節の匂い。もう春ね。新宿という町そのものに私はまだ馴染みきれないと。でもこの場所だけがなぜか落ち着くことができたと。はい、ということでですね、ちょっと事務所の方をね、視点変えた状態でいろいろと確認できます。ね、先生は資質の方みたいですね。で、神宮寺さんはタバコを吸うでしたけどね、陽子さんは神を触るがひらめきのポイントとなります。はい、ではね、資質へ移動します。帰りが遅かったのかもしれない、やめておこう。で、電話がかかってきますので取る。はい、神宮寺探偵事務所です。もしもし、そちらに、陽子と。はい、私ですが、私をわからないのと。ゆかゆ、ゆか。ゆか、ひょっとして永田ゆか。久しぶり、陽子と。やっぱり随分と久しぶりじゃないと。永田ゆかは私の高校時代の同級生であると。とても社交的な女性で、私の知っている限りでは研究院生として大学に勤めているはずだと。それにしても久しぶりね、成人式で会った時以来と。あの時以来か、陽子綺麗だったわね、着物がと。あら、ゆかさんこそなかなかお綺麗でしたよ、着物が。うふ、相変わらずね、ゆかと。言ってくれるじゃない、もう。ごめんごめん、ところでどうしたのと。私、自宅の電話番号を教えてあげたはずだけどと。実は探偵さんに調査してほしいことがあるのと。調査？どんなこと？私ね、最近誰かにつけられてるみたいなの。まあまだストーカーという言葉がね、この当時そんなに認知されてなかったんでね、まあこういう表現になってるんですね。心当たりはあるのかと。よかった、あ、ごめんと。で、何と。心当たりはあるのと。いえ、心当たりはないわと。そう、一度事務所の方に来られないと。ごめんね、ここのところ忙しくて研究室離れられないのと。それで陽子にお願いしてみたのと。そう、じゃあ先生に相談してみる。ごめんねと。私がいるのは文芸大学 A 館205科学研究室なんだけど、私はゆかが言ったことを机の上の紙に素早くメモしたと。それからお金のことなんだけどと。大丈夫よ、安心して待ってて。もう具体的な額を言わないありがとうよ、いいのよ、じゃあねと。はい、電話切りましたね。
久々に事務所が落ち着くとは思ったけれど、そううまくはいかないみたいとね。ルカか、本当に久しぶりだわと、少しだけ会いに行こうかしらと。ということでね、神宮寺さんが資質から出てくるんですね。あ、一応見ときましょうか。はい、服がシワになっている、疲れた時はいつも洋服を生眠ってしまうらしいと。おはようって、もうすぐお昼ですけどそうか、昼飯どうすると。また洋服のまま寝てらしたんですかと。ああ、めんどくさくてねと、疲れ取れませんよと。それよりコーヒーを入れてくれないかと。ですからと、話が噛み合ってないですね。わかりましたと、よろしく。先生が私の書いたメモを何気なく眺めていると。そのメモのことなんですが、ついさっき私の友人から依頼の電話があったんです。詳しいことを聞かせてくれと。わかりましたと。依頼人の名前は永田由香、私の高校時代からの友人です。年齢は24歳、文英大学の科学研究室に研究員生として勤務していますと。依頼内容は不審人物の調査です。不審人物、はい。誰かにつけられている気がすると。なるほど。で、俺にそいつを探し出せと。ええ、わかった。とにかく本人に会って話を聞いてくるとしよう。詳細はメモに書いてあります。よろしくお願いしますと。はい、一旦ちょっとね、まだワンパートは終わってないんですけど、ちょっと一応セーブしときましょう。進まないんでね、セーブしないと。で、これが一番目が全クリした分ですね。はい。で、ここからいきましょう。おまけパートね、ちょっとやろうかどうか迷ってるんですけどね。おまけパートっていうのはね、プルタブを見つけるあれなんですけどね。そうですね、とりあえず4月のね、14日は終わらせたいね。はい、ということで、給油永田由香からの依頼の電話を受け、依頼内容の確認に行く神宮寺を見送ったと。経緯は一応たどりましょうか。ゆかからの電話を受け、早速先生はゆかの勤める文英大学へ依頼内容の確認に出かけていった。あれから30分ほど経っただろうか。今のところ依頼の電話もないし、いささか暇を持て余していたと。心のところ依頼が立て込んでなりっぱなしだったが、今は静かだ。吸い殻が獲物になっている。はあ、ほんのすす、あ、新たんですね。このうち何冊かは私も読んだ。先生は全部読んでいるんだろうかと。パソコンが見れないね。先生は今頃ゆかと会っているのかしらとね。もう大学にはついているはずだけどと。ゆかが電話をくれたというのにほとんど話ができなかったな。せっかく久しぶりだというのにと。私も先生と一緒にゆかに会いに行けばよかったと。これから会えないだろうか、ゆかに電話してみようかなということで、かけるが出てくるんで電話ですね。私はさっき教わったばかりのゆかのいる研究室へ電話をかけた。はい、文英大学研究室ですと。あ、科学研究室ですと。お忙しいところ恐れ入ります。私、みそのと申しますが、そちらにゆかさんはと。おりますよと、ここに。もう鈍いわね、よこ、私よと。ゆかなのと。よしてよ、もう。
よしてよってあ、そうそう、さっきの件神宮寺さんにようこお願いしておいたわと、本当にありがとうねようこと、いいのよ気にしないで、ところで言うかんと、あのね今時間取れないと、どうしたの急にと、ははさては神宮寺さんと何か、もう違うわよと、久しぶりだし少し会って話でもしと思っただけよと、それもそうねと、ちょうどいい機会だし、うん会っとこうと、あでもこれからだと本当にちょっとになるけど、それでよければ、あ忙しいのと、じゃあまた今度でも、あいいのいいの、今比較的マシな方だから、そうでも無理しないでね、私大学まで行こうかと、実はそうしてもらえると嬉しかったりするんだとね、じゃあどこで待ち合わせ、あじゃあ待ち合わせはどこならいいと、気づかせてごめんねと、どこにしよっかな、そうだ噴水前はどう、うちの大学校内に噴水があるのよと、そこでもいいかなと、正門入ってすぐのところに掲示板があってね、そこに見取り図があるから見ればわかると思うわと、噴水ね、わかった、30分後ぐらいにはそっちにつけると思うわ、わかった待ってるとね、私たちは渋谷にあるゆかの大学で会う約束をして電話を切ったと。はい、これで移動が出てきますので外へ出ます。ゆかとの待ち合わせの場所、文英大学へ向かうべく私は事務所を後にしたと。で、以前もそうでしたね、新宿西口に行かないと渋谷へは行けませんので、新宿西口へ向かいます。相変わらず新宿駅はせかせかと忙しく動いていると。で、文英大学周辺ですね、大学生たちが行き交う通りへと差し掛かった。大学はもうすぐそこだと。で、正門前、文英大学の正門台、ゆかは研究院生としてこの大学で頑張っているらしいと。はい、中に入りましょう。で、一応ね、こうなんですよね、校内の勝手がわからないんで、どこへ行けばよいのやらということで、ここの掲示板を見ます、急行だ、歩行だの、最近使うことがなかった言葉が並んでいるとね。で、見取り図を見ますね。ゆかとの待ち合わせの場所は噴水の前だとね、この見取り図にもちゃんと噴水の位置が記されていたと。はい、ということで、噴水前に移動ですね、小さな噴水のあるちょっとした広場のような場所にやってきたとね。で、噴水を見ます。ゆかはまだ来てないみたいです。こじんまりとした噴水だってね、大きくて派手な噴水よりこういう小さな噴水の方がなんとなく落ち着く。結構大きいと思いますけどね、この写真はね。今日は天気がいいからここに座っているだけで気持ちがいいだろうなと。ここは日当たりがいいからペンキの色が若干焦っているのはご愛嬌だと。周辺ですね、辺りは穏やかな、あ、木々の向こうからゆかが小走りにやってくるのが見えたね、来ましたね、あ、ごめんなさいね、お待たせとね、研究室の窓からずっとこの辺りを見てたんだと、陽子が来たの見えたから急いで降りてきたの、ごめんね、ゆか忙しいのに付き合わせちゃって、何言ってんのよ、私だって会いたかったんだからとね、それにしても陽子から呼び出すなんて珍しいじゃないの、失礼ね、どういう意味と、こっちから出ないくしないと電話もくれないんだから陽子は、
それはそうと、どっか落ち着くところ行こうか、学校の周りの喫茶店か、うちの研究室でもいいけど、お天気もいいし、私はここでいいわと。じゃあ、そうしよっかとね。じゃあ、早速ちょっとお話しを。そういえば、先生との話どうだったと。すごいね、後ろの噴水の音が。ずーっとザーってね、ノイズが走ってるみたいになってますけどね。うん。探偵さんに物を頼むなんて初めてだったけど、よこのところだし、安心してお願いできたわ。わざわざ神宮寺さん自ら研究室の方に来てくださるなんて恐縮しちゃったと。いいのよ、それも仕事のうちだから。お、探偵らしい発言。探偵じゃない、助手よと。私が探偵なんて言ったら先生に笑われちゃうわと。でもいいか、誰かにつけられてるなんて早く解決するといいわねと。うん、ありがとう、ね、神宮寺さんもすぐに調査始めるって言ってくれたわ。神宮寺さんって最初ちょっと怖そうだと思ったけれど、話してみたら案外話しやすい人ねと。こう言っちゃなんだけど、本人に応援するまでは探偵ってよく分からなかったし、そんなに期待してなかったの。でも実際会って話したらなんだか安心しちゃったと。それにしても陽子が探偵助手とはねと、昔から思い切ったことをする人だとは思っていたけど、探偵助手とはまた随分思い切ったわねと。もっともあんな先生ならまあ納得ってところね。私も助手をやりたいくらいとね。ちょっと変な納得しないでよとね。またまた、アメリカ留学中に知り合ったんだけど、まあそうですね、オープニングムービーでもねあったと思うんですけど、あの銃をね向けるシーンでね、神宮寺さんが目覚めると思うんですけども、まあそこでちょっと出会ったっていうね、いきさつがありますよね。身のある留学だったわけだよね。何言ってんのよ、もういやらしい含み笑いしててね。相変わらずからかい甲斐があるわねと。いやーね、もう女子の会話ですね、完全に。アメリカ行こうかな、私にもいいことあるかしらと。その私にもってなーにと。あんまり意味ありげな目をして、あ、そんな意味ありげな目をしてでしたね。別に他意はないけどと。あー、進まなくなりましたね。じゃあこの辺で一回ちょっと見るとか、大体ゆかはいつもこうやって私をからかうのだ。あんまり嬉しそうに笑うので、つい私も笑ってしまうと。ああ、すまない。ということは、はこれですね。そう、先生と知り合ったのはアメリカだった。すべてはアメリカで始まった。でもその代わりアメリカで終わったこともある。私にとってアメリカは大きな転機だった。それが良かったのか悪かったのかは未だによくわからないけれど、私のことはいい、もういいわよ。それよりゆかこそ最近どうなの。科学ってよくわからないけど、なんか難しいことやってるんでしょと。研究室で大変じゃない。いえ、そんなことないわよと。普段は本当に学生の延長みたいなもんだしねと。先生方もよくしてくれるし、この間もうちの研究室のみんなでクルージングに行ってきた。ほうほうほう。クルーザーを持っている先生がいて連れて行ってくれたんだけど、クルージング豪華ねと。じゃあ楽しく暮らしてるんだ。うん、まあねと。よかったと。誰かにつけられたりして精神的に参っちゃってるかと心配してたけど、割と元気そうで安心したと。今一人暮らし、引っ越したんだっけと。うん、引っ越したよ。今渋谷で一人暮らしだったんだけど、だった過去形。うん、一人暮らしだったんだけど、2ヶ月ぐらい前から妹がうちに居候しているのよと。親元離れたいってとりあえず出てきちゃったらしいの。あー、いましたね、妹さんね。まあ最後の方でちょっと活躍してもらいますけどね。部屋が決まるまでってことで置いてやってるんだけど、妹さんと住んでるんだとね。みきちゃんだけいくつになったと。つい最近19になったばかり、高校卒業して浪人中だから。そっか、まだあの頃まだ小学生だったよねと。
楽しそうね、二人暮らしと。とんでもないと。顔がね、ちょっと変わりましたね。食べたら食べっぱなし、散らかしたら散らかしっぱなし、叱れば口応えはするし、もう生意気でと。いいじゃない、会話行って。姉妹喧嘩なんて私から見れば羨ましいわよと、一言だと思ってとね。ゆかの口調からゆかとみっちゃんが仲のいい姉妹であることがとてもよく感じられたとね。じゃあそろそろ私帰るねと。あら、もうと。一応仕事中だしね。ゆかこそ忙しいんでしょと。そうだ、私の方こそ帰らなきゃいけないんだったと。いやね、大丈夫と。じゃあまた近いうちに、今度はゆっくり会おうねと。ゆか、今回の依頼のことなんだけど、ごめん、今はまだ何も聞かないでと。陽子にだけは話しておきたいと。ほう、なんか神妙なことになってきましたね。でも自分でどうしていいか分かった。気持ちの整理がついたら話してと。ゆか、昔からそうだもんねと。自分の中で答えが出るまでは口には出さない。頑固というか、なんというか、変わらないね、ゆか。ごめん。でも絶対、絶対話すから、その時は聞いてくれると。嫌だって言っても聞き出すからね、と。うん。そうですね、これ、まあ、本編見た方はね、ご存知だと思うんですけどね、事件に巻き込まれてしまうんですよね、彼女は。まあ、それを途中で見つかるんですけどね、まあ、その時はちょっと、すごい危ない状態で見つかるというね、展開になってますんでね、まあ、これをちょっと話を分かってて見てしまうとね、悲しいことになってくるんですけどね。では終わりたいと思いますね。ありがとう、陽子とね。とても不思議な感じだった。あれから4年も経ったのだろうか。今がいいと思っていたけれど、昔のことを思い出すきっかけがあると、なんだか昔の方が良かったような、そんな気分になると。きっと忘れていただけなんだと。過ごした時間がほんの少しだけ色あせて、4年かと。はい、これでそうですね、4月14日終わりになりますので、セーブして、で今回ここですね。はい、それではですね、次はまた日付が変わりますんでね、次回にさせていただきたいと思います。探偵純郡司三郎夢の終わりに、陽子さん編パート1ですね。本日はこれまでにしたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。